皆さんありがとうございました。ちょっと後ろの照明消してください。後ろの照明がついてしまいましたが、もう遅いですね。本当にこういう演出をしようと思ったのについてしまったというね。あ、間違った、こうじゃないね、これじゃない、ね、はい、ちょっといやー、よかった、よかったですね。すいません、ちょっと暗くて今笑わせて泣かせてっていう声が、はい、ちょっとピンスポットがない今もうないよね、いや、なくはないのかもしれないけど、山田洋次監督まだ元気で新作撮っていらっしゃるけど、このフォローがすごすぎる、こんなの1年2本も撮ってんだもん、今日のね、マドンナギギ、どうでした？これ1972年の映画なんですよ。その時浅丘ルリ子さんは32歳、あ、なるほどね、で倍賞千恵子さんは31歳、うんうん、で渥美さんは10歳ぐらい年上だから、うん、まあ40いくつなんですよね、うんうん、でさ、うん、倍賞さんは、うん、もうあ綺麗だな可愛らしいなっていう、うん、そうだね、美しさがあるんだけど、だ、ね、リリー浅丘ルリ子さんはね、うん、なんかもう人生疲れたようなさ、そうだ、ね、顔がうまいんだよ、ねね、もう悲哀を感じるよね、うん、32だよあれ、32か、俺よりまだ若いね、そう、うん、俺がね、今日の作品でね、一番キュンときたのが、うん、2階の、トラさんの部屋でもってさ、ね、寝る前にね、トラさん、トラさんって、ほら、叫んで、ね、で下でおばちゃんたちが会話をするって、初めてリリーがトラさんの家に来たときに、上がってよって言われたときにね、リリーが、こんな幸せそうな家に上がっていいのかしらって顔を一瞬ふっとするんだよね。あ、そのときなんかね、俺を見てて涙が出そうになって、あ、だからね、本当に、ね、どう、カマさん、はい、リリーみたいなマドンナどう、はい、いや、僕は48作、どのマドンナももうおしなべで全部好きなんだけども、うん、リリーってのは、なんていうのかな、どうしていうのかな、ね、うん、今までのマドンナにないね、そうだね、なんかすごくこう、トラさんも、もうなんとなくいい関係がずっと続いてるじゃないですか。うん、みたいなっていうのはね、 あれはね、私敵になりたいのよ本当はっていうね、うん、願いなんだよね、あれはリリーの心叫びなんだよ、ね、私をね、そう、誰か敵にしてくれないかっていう、私を幸せに、あ、なるほどね、うん、それがよりによって毒蔓虫さんになるとね、はい、でも今日来てくださったお客さん、本当この11作古いセピア色の、多分これ1972年当時のフィルムだと思うんですけどね、これ見られてラッキーだったと思うんですけども、この後リリーさんは3回も出てきますから ね、ぜひぜひこの後も、はい、ね、足を運んでくださいね、はい、うん、テレビでトラさん見るのもいいですが、こうやって大勢で見て泣いて笑ってハンカチで涙拭いてるのいいじゃないですか、そうです ね、やっぱトラさんはこうやってでっかいスクリーンでね、うん、みんなで見て、うん、はい、予告をちょっと川さんの方からお願いしていいですか、はいはい、次で12作なんですね、12作目、私の寅さんというサブタイトルで、マドンナは、あの人は何だっけ、ひけけこさん、はい、で、フランスの方と結婚されたんでしたっけ、あの人は実際に、はいはい、そうなんです、なんだろう、とにかくその役柄の設定も画家なんですよ。で、トラさんが大嫌いでインテリなわけだから。あ、また出ちゃうのインテリな。だから今度リリーさんとは真逆の山田洋次監督、うまい、真逆のマドンナを出してくるわけ。なるほど。うん、
それでマドンナがインテリなんだ。そう、画家だもんだって。珍しいです。絵描いてさ、うん、今まであの男でね、インテリア結構出てきた、うん、そうそうそうマドンナがインテリなんだ。そう、これはちょっとレアだ。だからこの11作とはまた違う傑作がまた、来月の第2土曜、4月11日の土曜ですね、うん、ちょうど開校園の桜祭りの季節です。あのあ、そういうの思い出したのが、はいはい、駐車場がね、ミッチーさん、そうなんです、うん、今日あのご来場の皆様にですね、ちょっとあの、お断りをしておかなければいけないんですが、すいません、はい、次回ですね、4月の11日というのは開校園の桜祭りの初日なんです。そうです、はい、そうしますとね、ここの駐車場というのはね、開校園の一応管轄になっておりまして、はい、有料になってしまうんです、はい、ですので、はい、大変申し訳ないんですけれども、はい、まあ一応それを、ご承知を、ご承知をお聞きいただいて、で周辺にですね、代理の駐車場を一応あの無料のところあのご案内はしますけれども、はい、まあそちらもね、はい、数に限りがありますので、はい、もし、可能ならば組み合わせてきていただくとか、はい、まあ、別の手段で、お越しいただければなと思います、はい、我々もあの泊まれるスペース一応探して、あのそこであの何台泊まれるか分かんないですけど、そこにご案内しますけどね、そう 満車になっちゃうとちょっとやばいなってことになって、そうですね、はい、そこだけちょっとね、すいません、はい、ご承知をください、はい、あとは、はい、次回は、はい、ツアーも、そうですね、さっき言ったね、東京からのツアーも、はい、いろいろ始まりますので、はい、来月、はい、あのもしあの関東圏で、はい、トラさん好きなお友達やあのご家族いたら、はい、バスをね、ご案内いただければと、はい、で、上映の後はその娯楽映画研究家佐藤俊明さんを、ここにお招きして、もう喋りが上手いんだ、ね、これが、うん、もうラジオやってますから、うん、東京でラジオやってます、知識がすごい、ね、うん、半端ない、うん、ですので、ぜひぜひ来月も皆さんお越しください、はい、よろしくお願いいたします、はい、今日は本当に、はい、ご来場ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもお帰りください、はい、また来月参りましょう、はい、どうもありがとうございました。でね、あのスタッフが少ないので自分で電気つけに行きますからね、ちょっと待ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。
ございました。いつもいつもありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。カオルさん、カオルさん、あ、もういいですか。